大相撲平成30年5月場所は2018年5月13日から5月27日まで東京都墨田区の両国国技館で開かれた大相撲本場所である。幕内最高優勝は横綱、鶴竜緑三郎。横綱、稀勢の里は左大胸筋の負傷が癒えず初日から全休。同じ田子の浦部屋の大関、高安も左上腕を痛めこちらも初日から全休。さらに大関、豪栄道は滑り出しは好調だったものの、3日目に新三役の遠藤に敗れてからは、歯車が狂ったかのように黒星を重ね、結局9日目から左足関節離断性軟骨炎で休場した。さらに、この休場により1959年9月場所以来59年ぶりに大関不在となる異例の事態となった。残った上位陣である鶴竜、白鵬の両横綱は鶴竜は4日目松鳳山に立ち遅れたところの押し倒しで、白鵬は6日目、阿炎の一気の押し出しで、それぞれ早々に初黒星を喫したものの、以降はおおむね安定した相撲を続けていた。そして、その上を行ったのが大関昇進がかかる関脇、栃ノ心。初日から文句なしの圧勝相撲を続け、10日目を終えて全勝、栃ノ心を1敗で、鶴竜、白鵬の両横綱、2敗で、千代の国が追うという展開だった。翌11日目は平幕ながら優勝争いに絡んでいた千代の国は、実力者妙義龍に敗れ3敗に。しかし、全勝栃ノ心は、大関経験者の琴奨菊を上手投げで破り11勝。さらに1敗の鶴竜は御嶽海に土俵際のはたき込みで勝利。もう一人の1敗白鵬は正代に寄り切りで完勝して全勝1敗を力士は全員勝った。翌12日目は結びに全勝栃ノ心-1敗白鵬という大一番が組まれた。その一番前で1敗鶴竜が登場し、好調勢を押し出しで、一周、1敗堅持。そして結びの大一番。栃ノ心が勝てば、栃が一歩リード、白鵬が勝てば、混戦模様となる状況であった。そして、がっぷり4つの力相撲の末、対白鵬戦25連敗だった栃ノ心が寄り切りで、勝利、12連勝として、全勝を守り、白鵬は2敗に後退した。この時点で全勝栃ノ心、1敗、鶴竜、2敗白鵬という状況になった。翌13日目は優勝を争う力士同士の対戦はなかったが、大きな動きがあった。12連勝の栃ノ心が、平幕の正代に土俵際の引き落としで、惜敗し、初黒星を喫したのである。そして、1敗の鶴竜は、関脇逸ノ城に、諸差しからの寄りで、完勝。2敗の白鵬は勢いに、上手出し投げでこちらも完勝し、それぞれ1敗2敗を守った。この時点で1敗で、鶴竜、栃ノ心、2敗で、白鵬という展開になり、さらに白鵬にも、自力優勝の可能性が、再び点灯し、優勝争いはいささか混戦模様となった。そして翌14日目は1敗、鶴竜栃ノ心の直接対決を迎えた。熱戦の末すくい投げで、鶴竜が勝利し、1敗を守って、初めて単独トップに立った。そして結びの一番は、白鵬が、逸ノ城の上手投げにもろくも崩れて3敗目、優勝争いからは脱落した。そして翌千秋楽、まず登場した2敗栃ノ心は勢いに完勝し13勝目、結びの横綱対決に望みをつなぐ結果となった。そして結びの一番、鶴竜勝てば優勝、白鵬勝てば、鶴竜栃ノ心の決定戦となるという状況であったが、終始攻め続けた鶴竜が白鵬を一周14勝目を挙げて、待望の連覇を達成した。ちなみに、ここに登場した力士の成績は、白鵬は11勝4敗、平幕千代の国は12勝3敗であった。今場所13勝2敗で、直近3場所で、計37勝8敗とした関脇、栃ノ心は場所後大関に昇進した。3勝は優勝した鶴竜を唯一破った松鳳山が初受賞となる殊勲賞、初日から12連勝で横綱、白鵬を破り、最後まで優勝争いに絡んだ栃ノ心が、敢闘賞、技能賞のダブル受賞、さらに平幕ながら中盤まで優勝争いに絡み、12勝を挙げた千代の国と、新入幕ながら10勝を挙げた旭大星が共に、初受賞となる敢闘賞を受賞した。力士情報は2018年5月場所当時のもの。ありがとうございます。